はい、皆さん、こんにちは。こまめです。今日はですね、6月30日、月末です。あとですね、上半期も今日で終了で、1年の半分が終わりました。またですね、明日からは下半期が始まるということでですね、社会的なシステムだったり、法律だったりが少し変わります。そんな中でですね、気になる話として、キャッシュレスの還元がなくなるというのもあるんですが、やはりですね、レジ袋が基本有料になります。スーパーあたりはですね、もうすでに有料化の動きが始まってますが、コンビニとかはですね、今までタダでもらうのが当たり前だったんで、ちょっと抵抗があるかもしれません。この動きですね、もちろん環境問題を改善しようというものです。とりわけですね、海洋汚染、亀がですね、間違ってビニールを飲み込んで死んじゃってるみたいな話で話題になってるんですが、あの映像を見るとですね、確かにすごくかわいそうです。レジ袋を有料化する。そうするとですね、海洋汚染を減らせる。一見するとですね、すごく良さそうなんですけど、本当にそうなのかなと、ちょっと疑問に思ったんで動画にしてみました。レジ袋の有料化、これ自体はですね、すごく賛成なんです。何にしてもタダっていうのはですね、あまり良くないと思います。レジ袋の場合は、もう40年、50年文化としてですね、無料で配ってるんで、それなりのルールみたいなものができてるんでですね、いいと思うんですが、スーパーみたいなところでですね、どうせタダなんだから100万よこせとかいうやつはほとんど見かけないんですが、最近サブスクとかでもそうなんですけど、トラブルになったりしてるんでですね、お金はしっかり取る方がいいと思います。ただといってもですね、コストがかかってないわけではないんで、結局はですね、消費者が負担していることを考えると、有料化自体はですね、良かったんじゃないかなと思います。ただこれをやることでですね、海洋汚染が改善するかと言われると、いささか疑問です。これですね、環境省が出しているデータです。海岸に漂着しているプラスチック系のゴミですね。これを調査したものなんですが、レジ袋であるポリ袋。これ赤い矢印のところなんですが、重さで見ても0.4%、たったの0.4%なんです。頑張って頑張ってこれを半分にしたところでですね、全体からすれば0.2%の削減にしかならないんです。0.2%といってもですね、もちろん全体で見ればかなりの量になるんですが、効率が悪すぎるんじゃないかなと思います。むしろですね、この身近なところで言えばペットボトル。こっちをですね、なんとかした方がいいんじゃないかなと思います。そんなことを言ってしまった日にはですね、大手飲料メーカーからボロカス言われるでしょうけどね。さらに言うとですね、海洋ゴミをたくさん出しているところ、中国だったり東南アジアが多いんです。環境への意識の問題っていうのもですね、当然あると思うんですけども、ハイプラを輸入して再利用している関係上ですね、投棄もされているんで、その辺を改善しないとですね、この抜本的な改善っていうところには至らないと思います。環境省なんですが、数年前にもですね、ベクトルがちょっとずれてキャンペーンを広めてました。マイ箸っていうやつがブームになってたんですが、森林伐採を防ぐためにですね、割り箸を使わずに自分の箸を使いましょうっていうやつです。すごいですね。天然素材のものを使うなと言ってるんです。レジ袋の有料化とは真逆のことをやってますね。当時からですね、すでに言われてたんですが、割り箸を使わなかったからといって森林は守れないと言われてました。森林を伐採して木材が取れるんですが、この木材、メインはですね、建築用に流れていきます。一番高く売れるからです。なんでですね、実際割り箸の原料となっているのは、建築に使えなかった端材だったり、良い木を育てるのにですね、木を間引いたりするんですが、その時に間引いた木、間伐材を使ったりしています。なんで、割り箸で使っている木材はですね、全てが新しい森林を切り倒して作ってるっていうものではないんです。さらに言うと、日本で使われている割り箸、98%以上が海外からの輸入品です。ほとんどですね、中国。理由はもちろん中国で作った方が安いからなんですが、一方でですね、日本の林業、当時から衰退しています。林業の担い手が減っているっていうのが原因なんですが、その結果ですね、山林が荒廃しています。山林というのはですね、特に日本の山は、杉を植えている山はですね、常に手入れが必要なんです。さっき話した良い木材を作るために間引いたりする間伐をやったりですね、夏場なんかは根払いといって杉の根元の雑草を刈ったりですね、もちろん木を切ったところには新たに苗を植えたりしないといけません。当時からですね、こういったことがなかなかできなくなって、じゃんじゃん山は荒廃していってます。これをですね、解決するには割り箸を使うなじゃなくてですね、日本産の少々高い箸を使えなんです。なんかこうですね、やってますアピールをしたかっただけなんじゃないかなと思います。
今回のレジの有料化の中で特例があります。植物由来のバイオマス配合率が 25% 以上の袋、有料化にしなくてもいいことになってます。まあ、環境にも良さそうですよね。バイオマスの原料が 25% なんで、こんなバイオマス素材でもですね、レジ袋にできるんだって感心してしまいます。まあ、ただですね、逆に言うと 75% は石油系の普通のレジ袋と同じ素材なんです。まあ、環境に良さそうだからといってですね、まあ、あえて捨てる人はいないと思うんですけど、まあ、半ばですね、国が環境に良いとお墨付きを与えているようでですね、ミスリードしそうな気がします。まあ、こんなことを言ってしまうとですね、元も子もないんですが、環境汚染、まあ、日本はそんなにやってません。もちろんですね、国民全体が環境に対して高い意識を持つことは大事だと思うんですが、レジ袋の投棄なんてですね、かなり少ないんです。確かにですね、海岸バタとかに行くと、コンビニの弁当の食べた後のゴミがですね、レジ袋に入られて捨てられたりしてるんですが、そんなことするやつはですね、ちょっと有料化にしたぐらいでは変わりません。レジ袋が3円になったからといって、やっぱりゴミ袋に捨てようだなんて思わないでしょう。それよりですね、ほとんどの人はゴミ袋として使った後ですね、有効利用しています。レジ袋をもらえないことでですね、新たに別のゴミ袋をとしてですね、ビニールを買うような人もいるでしょう。また特にですね、今のタイミングではですね、コロナの問題でテイクアウトでは必ず必要ですし、衛生上の問題を考えてもですね、必要です。環境意識を広げることはですね、本当にいいことだと思うんですが、今ですね、レジ袋じゃないでしょうと思います。ご視聴ありがとうございました。